令和3年度宮城県民大学学校等開放講座今回は宮城県図書館の歴史と基調資料と題してお話しさせていただきます宮城県図書館資料法師部の佐尾と申しますどうぞよろしくお願いいたします内容を簡単にご説明しますはじめに 明治14年に開館し今年で142年目を迎える宮城県図書館の変遷についてお話しします2番目に図書館ができる以前近世の仙台藩領にはどのような文庫があったのかについてお話しします3番目に 宮城県図書館が所蔵する貴重資料のうち、代表的な資料をご紹介します。最後に、これらの貴重資料を後世に継承するとともに、活用していくための取り組みについてご紹介します。以上のような構成で進めてまいります。 それでははじめに宮城県図書館の変遷についてお話しします宮城県図書館は明治14年1881年7月25日に宮城書寂館として開館しましたこの当時は図書館という名称ではなく書籍館 と書いて諸弱館と呼んでいました当時宮城諸弱館は独立した建物ではなく宮城市販学校の中にあり公道を閲覧室にあてていたほか市販学校の書庫を業務室と書庫に利用していましたこのため市販学校の入学式や卒業式の時には休館になっていました こちらが宮城初着館が置かれた宮城市藩学校です。その後、明治26年1月、宮城市藩学校の新築移転に伴い、元市藩学校附属小学校校舎を修築移転し、独立館となりました。また、 明治40年には文部省令に基づき費用負担者名を図書館名に表示することとなり宮城寿弱館から宮城県立図書館と改称しましたこちらは独立館となった後の閲覧室の様子です。 明治の末頃には利用者も増加し閲覧室や書庫が狭くなったため旧建物の跡地である仙台市高東台に新館が建設されました新館は大正元年11月に落成しました。 現在の江東大公園の南側部分に位置し、常前寺通りに面していました。レンガ造りの書庫を除いては木造でしたが、近代的な印象を与える建築様式であったと言われています。また、大正8年11月には、 宮城県立図書館から宮城県図書館へと名称が変更されました以後宮城県図書館の名称が現在まで続いていますこの頃の図書館の平面図によれば中央には普通閲覧室・陳列室が 左手には児童閲覧室婦人閲覧室が置かれており右手が事務スペースとなっていましたまた裏手にレンガ作りの書庫が配置されていました先ほどの平面図にあった1階中央部分の普通閲覧室の様子です 同じく1階左手にあった児童閲覧室の様子です。こちらは昭和3年に開催された東北産業博覧会に合わせて作成された長官図です。ご覧の通り仙台市中心部の高東台に位置していた県図書館は 各種展覧会や文化活動が行われたた場でもありました開催された主な展覧会として昭和3年4月の東北産業博覧会に合わせて開催された東北遺物展覧会などが挙げられます。 その後、太平洋戦争末期の昭和20年4月戦況が厳しくなる中記帳所の疎開作業が始められました当時この作業には徴兵された男子職員に代わって女子職員が当たっていましたしかしこうした疎開作業がまだ十分に進まないうちの7月に 仙台空襲に見舞われ疎開できなかった資料約13万冊と建物を焼失しました一方被災後の図書館は空襲から5日後の7月15日には仙台市元梶町の当時の館長宅に臨時仮事務所を置き早くも図書の収集や館外貸し出しを始めたという記録があります 翌年の昭和21年には復興準備委員会が発足し旧陽県堂跡地が復興建築地に決定しました昭和23年に起工式を行い昭和24年には竣工した新館での閲覧が開始されました 昭和24年に竣工した館舎は「感謝」は旧陽献堂坑堂に見られたハフを瓦吹きの屋根に残し明るいクリーム色の外壁の建物でした新館の第一読書室の様子ですこちらは 児童読書室の様子です昭和43年には仙台市つつじが丘に移転し新館が建設されました電動書架や視聴覚室の設置など設備の充実が図られたほか昭和44年からは移動図書館社コカゲ号が 運行を開始するなど県内市町村へのサービスも展開されましたこちらが外観です現在も宮城 NPO プラザなどが入る建物として利用されています その後旧図書館の収蔵能力が限界に達したこと障害学習社会への県民のニーズに対応するために新しい機能が求められたことなどにより県民誰もが楽しみながら学べる障害学習の拠点施設として平成10年に建設されたのが現在の図書館です。 建物面の特色として長さ2 0 0ルの直線的な空間や敷地内の尾根谷を残した設計また建築と融合したアート計画が挙げられますまた施設面の特色としては大規模な閲覧室と閲覧席の充実 子ども図書室の新設歴史的に貴重な資料などを公開する展示室の設置などがあります以上明治14年から現在に至る宮城県図書館の変遷を簡単に振り返りましたそれでは。 宮城諸尺館ができる以前近世の仙台藩領での状況はどうだったのでしょうか図書館ができる以前まとまった蔵書群は文庫と呼ばれていましたがどのような文庫があったのでしょうか日本初の近代的な国王辞書「玄海の著者」として知られる 大月文彦がそれらの文庫について触れている文章があります宮城県図書館が宮城諸邪区間であった時期大月文彦は明治25年から明治28年まで館長を務めていましたまた大月文彦の旧蔵書の一部は昭和25年宮城県図書館に寄贈され 大月文庫として所蔵されているなど宮城県図書館と大変関係が深い人物です大月文彦は図書館雑誌に天保二年設立図書館清流館文庫並びに青柳文蔵伝という題名の論文を発表しています 題名の通り仙台城下にあった青柳文庫清流館文庫とも呼ばれる文庫とその生みの親である青柳文蔵について紹介した論文ですその冒頭で大月文彦はこのように述べています「明治維新前に仙台に詩人蔵書以外の書庫 五所ありき続けてその五箇所を以下のように列挙しています第一は藩主の書庫なり第二は藩の学校養犬堂の蔵書なり第三は 仙台八幡町大崎八幡宮別当龍芳寺にありし北方像という書庫なり第四は塩釜の名山像文庫なり第五はすなわち清流館文庫にて純然たる公開図書館なり 現在の宮城県図書館の貴重資料の来歴にも大きく関わっているこれら5大文庫について一つずつご紹介しましょうまず第一に藩主の文庫つまり先代藩主であった伊達家の文庫です。 現在宮城県図書館に所蔵されている伊達家旧造資料は伊達文庫と呼ばれていますがこれは昭和24年に当館に収蔵されるにあたり特殊コレクションとして命名されたものですそれ以前には特定の名称はありませんでした歴代の先代藩主の下で集められた書物や記録書画は 仙台城内においては二の丸の御物置と呼ばれる書庫に納められていたものと見られます。先にお話ししたように昭和20年の仙台空襲によって疎開していた図書を除き宮城県図書館の蔵書はほぼ失われました。 戦後資料収集を精力的に再開する中で昭和24年に伊達文庫が収蔵され図書館再建にととって大きな力とな力りました現在伊達文庫は特別コレクションの中核を占めており後にご紹介する国の重要文化財や宮城県指定有形文化財など貴重な資料が多数含まれています。 そうした伊達文庫の中から一冊ご紹介します関原の合戦について記述した戦記関原物語ですこちらの伊達博観覧閣図書院との蔵書院は明治期に押されたものです伊達博とは伊達の総本家の意味 また「観覧閣」という銅号は明治期の伊達家の家父であった佐久並清明が選定したものです歴代の藩主は蔵書に印象を押すことはほとんどなかったとみられますが例外として古代藩主であった伊達吉村の蔵書院が残されている書物があります。 という筆形の蔵書院で和歌に関する書物や有足古実歴史物語といった書物に応印されています次に仙台藩校の養賢堂の文庫です仙台藩では元文元年に学問所が設置され 継承の祖読、講釈が始められました明和9年には学問上養賢堂と称するようになりましたその後文化7年に大月平泉が第4大学党に就任し学生の改革と施設の拡充が進められた結果大規模な教育施設となりました 妖見堂では安永8年付属書庫の設置以来天保年間には約1万7,000冊に及ぶ書物を所蔵していましたこれらの蔵書は明治維新後散逸しましたが宮城諸寂館創立時に一部が引き継がれました。 また養賢堂には算術や蘭学の学科が設置されていたことから和算書や洋書も所蔵しており、その一部も宮城県図書館に引き継がれています。この図は養賢堂の主要部分を俯瞰して絵画的に描いたもので、文化14年。 年に落成した行動の様子をよく伝えています妖見堂は現在の宮城県庁議会庁舎行政庁舎そして江東大公園にまたがる区域にありました明治維新後妖見堂の妖道は宮城県庁舎などとして利用されましたが 昭和20年7月の仙台空襲により消失しましたこちらは養犬堂の平面図で建築物の名称・用途などが記されています養犬堂では 生徒のための教科書類なども出版されていましたこれらの出版物を総称して洋剣堂版と言います出版されたのは主に師書五経などの儒学の教本で洋剣堂敷地内に設けられた五蔵半すり場で印刷されました図の上部中央付近 こちらに五蔵半すり状が描かれているのが確認できます羊犬堂の旧蔵書現在宮城県図書館で羊犬堂文庫と呼ばれているコレクションの中から一冊ご紹介します幕末期に刊行され 広く読まれた世界地理書である金曜図式です著者の御作聖吾は水沢伊達氏の家臣で蘭学者御作原本の養子となった地理学者です蔵書院の部分を拡大するとこのようになります右上の仙台富学図書 とあるのが、養賢堂の蔵書院です。ちなみに、中ほどにある小さい院は、宮城市藩学校蔵書院。その下の大きい院は、宮城諸塾館図書の院です。所蔵者の変遷がよくわかります。 次に、劉邦寺,寺は大崎八幡宮の別当寺を務め半世時代には一文革寺院の一つに数えられた有力な寺院です。聖徳四年1714年第25世の売国大恩十世和尚が 収集した書籍を寺の重物とし藩の管理下に置くことを申請して許可されましたこれらの書籍を収蔵する蔵像及び臨蔵を自費で設置して「北方像と号」と合し有志の閲覧に供しました龍芳寺境内にあった北方像は 瓦吹き土蔵造りの建物でした。仙台藩の作字方が管理していた建造物を図で示した古州副帳という台帳には、龍宝寺の平面図が収録されています。その中に北方像も描かれています。北方像の部分を拡大すると、このようになります。 室内の壁面には書架が設置されていたほか、八角形で示されている箇所に回転式の林蔵と呼ばれる本箱が設置されていました。あまり鮮明ではありませんが、林蔵の写真も残されています。大蔵鏡を収める回転式の八角形の本箱で、 各面に5段ずつ引き出しがあり中心の柱を軸に回転するように作られていました彩色や彫刻も施されており大変美しいものだったということですが惜しくも昭和14年消失してしまいました次に。 塩釜の銘山像と呼ばれた文庫です銘山像は塩釜神社の神官を務めた藤塚敷部智明の蔵書です藤塚智明は高山彦九郎や我望君平など当時一流の文化人と信仰がありました中でも林紙兵とは頻繁に交流があり 書物の貸し借りも行われていました紙幣の開国兵団出版の際にも助力しています明山像は安永年間に創設され和漢の書数万巻が所蔵されていたといいます明治新頃までは存続しましたがその後蔵書は散逸しました 仙台寮の名所旧跡について記述した奥州名所図への挿絵に名山像が描かれていますのでご紹介します塩釜神社の裏坂を中心に描いた塩釜山条の図と題した図のうち画面中ほどこちらに名山像が見えますその右側には金華楼とあり こちらは藤塚智明の別邸です。現在では、この辺りに塩釜神社博物館が設置されています。宮城県図書館小西文庫には仙台範囲で蔵書科でもあった飯川良格の急増書があり、この中に名山像急増書が含まれています。 名山像の蔵書院には数種類がありますが、ここでは代表的な三点をご紹介します。右から、名山像、蔵書院。左の画像のうち、上が、不出塩釜3、塩釜三階塩釜三階を入れず。下が、不釈、不育、借りず、ひさがず。という蔵書院です。 最後に、青柳文庫をご紹介します。青柳文庫は仙台藩領の岩井郡東山松川村現在の岩手県一関市東山町松川出身で江戸で成功した青柳文蔵が自分の蔵書と文庫の運営基金一千両を仙台藩に献上して天保2年に創設された公開の文庫です。 かつて青柳文庫の前には青柳文庫記が刻まれた石碑が立っていました。その碑文には自分の少年の頃のように学問への志を抱きながらも達成することができない人々に対して自分の蔵書を利用に教して読ませるのが良いとの趣旨から青柳文蔵が文庫の設置を仙台藩に願い出たことが 記されています文庫の建物は仙台城下百鬼町現在の仙台市青葉区一番町にあった医学校校内の西南の隅に建てられ土蔵造りでした青柳文庫は明治維新まで続きました現在 仙台市青葉区一番町の青柳文庫跡地の前には青柳文庫跡地碑が建っています青柳文庫の蔵書は文蔵が収集した蔵書が元になっており医学法律などの専門書から太平記西遊記などの読み物類まで幅広い分野の書物で構成されていました。 青柳文庫の蔵書には3種類の蔵書印が押されています。一つずつご紹介しましょう「清流館文庫」の印は青柳文蔵個人の蔵書印であり仙台藩への剣納以前に押されたものです。 の神文蔵仙台府に剣ずる書は青柳文蔵が仙台藩に蔵書を兼納した時の印ですもう一つの蔵書印も兼納のサインに押されたものですが所蔵者などを示したものではなく本を利用する際の心得が示されています内容を見てみましょう この蔵書院は、角を折るなかれ、脳を巻くなかれ、墨を持って汚すなかれ、ねずをしてかましむるなかれ、服につばしてめくるなかれと読みます。これは本の角を折らないこと。 本の背を丸めないこと墨で汚さないことネズミにかじらせないこと唾をつけてめくらないことという意味で利用にあたっての心得を述べたものですこれらは図書館資料を利用する際のマナーとして現代でも十分通用するものと言えるでしょう ここまで半世紀の五大文庫についてご紹介してきましたここから宮城県図書館が所蔵するさまざまな貴重資料をご紹介しましょう宮城県図書館では和子書 関石を合わせて約5万7千冊の古書を所蔵しています。このうち国の指定重要文化財が2件、国の登録有形文化財が1件、宮城県指定有形文化財が29件含まれています。 その中から、まず、国指定重要文化財となっている2件、今夜万国全図と、六の国仙台領元禄国絵図関係資料をご紹介します。次に、宮城県指定有形文化財の中から、絵図類と博物図符をご紹介します。 まず1602年に刊行された木版印刷の世界地図「今夜万国全図」をご紹介しましょう世界史の教科書などでご覧になった方も多いことと思います「今夜万国全図」はイタリアのイエズス会宣教師マテオ・リッチによって作成され明朝末期の万歴30年 1602年に北京で刊行された薬の世界地図です宮城県図書館の所蔵となった経緯は不明ですが仙台藩の天文型にあったものが藩校養犬堂を通じて入ったものと推定されています。この地図は縦165センチ 横62センチの図が6幅連続し全体の横幅がおよそ3.6メートルとなる大型の地図です全世界を楕円形の位置図面の中に表しておりアジア、リビア、アフリカのことですがヨーロッパ、南北アメリカそして南半球に存在すると当時考えられていた架空の大陸 メガラニカの六つの大陸が描かれていますそれぞれの地名のほか中国の伝統的な地図の手法に従ってその地の風土、民族などを記した中記も記載されていますマテオ・リッチは数種類の世界地図を作成していますがそれらの集大成として刊行したのが この世界図ですヨーロッパで作成された世界図は大西洋を中心に東西に大陸が配置されていますがリッチは中国が当時の中国における地理知識の範囲をはるかに超えた情報を盛り込んだこの地図は中国人に大いに受け入れられました。また 日本に伝来した後日本人の世界認識にも大きな影響を与えましたこの地図は世界的にも伝存するものが少なく海外ではバチカン教皇庁図書館など日本国内では宮城県図書館京都大学附属図書館が所蔵しています。 またこの図にはイエズス会の会唱が3箇所確認されます拡大しますとこのようになります宮城県図書館所蔵のものはこれらイエズス会の会唱が3箇所とも残されている漢本ですこのほか国立公文書館の内閣文庫には楕円形の種図部分を切り取り 別の図の中の日本付近の部分を拡大してみました日本の箇所には当時のヨーロッパ製地図では不明であった北海道まで描かれています当時の国名も記されていますが 越中加賀などの北陸道の4カ国が北海道のところに描かれていますまた東海道の諸国は日本海側に記入されるなど位置関係は不正確ですまた原図を日本で精密に模写し彩色した写本も所蔵しています 原図と比較すると、漢字地名に金が振られていること、原本にはない海上や沿岸の浅瀬の表現があること、原図では不正確な日本部分が修正されていること、といった違いがあります。本図を含め、日本国内では20数点の写本が現存することが確認されています。宮城県図書館所蔵の写本は、 漢本とともに平成2年に国重要文化財に指定されました。写本の日本付近を拡大するとこのようになります。先ほどご覧いただいた漢本と比較すると、原図では不正確だった日本部分が修正されていることがわかります。 次に陸の国仙代領・元禄国絵図関係資料をご紹介します。まず国絵図について簡単にご説明します。江戸幕府は支配領域に関する基本的な情報として国単位の地図である国絵図と土地台帳となる豪帳の作成を諸国の大名に命じました。 国絵図は幕府の定めた基準に従って作成され幕府は提出された国絵図を修正して日本総図を作成しています。江戸時代264年の間幕府の国絵図事業は「慶長」「商法」「元禄」「天保年間」の4回が主なものです。 重要文化財である「陸の国仙台図」「元禄国絵図」関係資料は仙台藩に一括して伝来した元禄国絵図事業に関する「国絵図」「騎絵図」などの絵図類および文書記録からなる資料群です。質・量ともに豊富に伝来する稀有な事例として「元禄国絵図」ひいては国絵図研究上重要であり 地図史政治史等を研究する上で学術的に価値が高いものとされています宮城県図書館では4点の国絵図を所蔵しています元禄12年仙台藩は作成した国絵図を一旦幕府に提出しましたが幕府の日本総国絵図 作成の意図に適合せず指示によって作成し直し元禄14年に再提出しましたその際元禄12年に一度提出した国絵図は引き換えに幕府から仙台藩に返却されましたこのため元禄12年作成の絵図「三歩」と元禄14年に再作成された「絵図の写し図」 一歩が現存します。ご覧いただいている絵図は、元禄14年に再作成された絵図の写し図で、横837センチ、縦514センチに及ぶ巨大な絵図です。縮尺は一里を六寸にした割合、約21,600分の1です。 国絵図には小判型の枠の中に村名とその村高が描かれ群ごとに色分けされていますまた群境は墨線で示されています道は主線の太さで本堂と脇道を表し図上の六寸一里ごとに黒丸を道の両側に描いて一里塚を示しています このほか、河川や沼の深さ、幅や私の有無、山々、山中の難所、航路などが記されています。また、寺社など著名な建築物が、絵画的に描かれています。絵図の左下には、睦の国仙台寮、高都号。 並びに軍,色分け目録とあり軍ごとの色分けとともに「國高」「村数」を記載しその合計を掲げた最後に「上納年月」と「献上者名」が記載されています。国絵図のほかにも仙台藩や隣接する藩が作成したさまざまな種類の絵図が残されています。 元禄十二年提出の国絵図に対して幕府は他領との境を明確にするため国境の道筋や山に説明を加えた分を追加するよう命じましたその際隣接の藩と両境の絵図を交換し合って照合しましたこのための絵図が「際絵図」や「ヘリ絵図」と呼ばれています この絵図は仙台寮の南端で接している相馬藩との両境について仙台藩寮から見た両境を描いて相馬藩に送ったきわ絵図の控えですまた国絵図の描画にあたってのマニュアルとも言うべき見本の絵図も現存していますこの絵図は 実在しない架空の国の小型の国絵図で見本として作成されたものです見本となる国は7カ国と国境を接しており海に接している部分もあります先ほどの絵図に国境筋を切り取った切り型絵図と呼ばれる境界絵図をかぶせると 次の図の図ようになりますこのように隣国との国境が接合することが求められその国境の様子の具体的な表現や中期の記載内容までもが例として示されています。以上 国の重要文化財となってていいる2件についてご紹介しましまた。ここからは宮城県指定有形文化財となっている資料をご覧いただきますまず仙台城下が描かれた絵図をご紹介しましょう漢文4年の仙台城下絵図です この絵図は現在確認されている阪西用の浄化図としては最も古いものですまた仙台城の本丸二の丸の建物が立体的に描かれている点が注目されます先にご紹介した国絵図ほどではありませんがこの絵図も 約360センチ四方の大きなものです城下の屋敷割が詳細に示され居住者の氏名や寺社などの名称が記されています部分を拡大してみます現在の仙台市青葉区片平付近を拡大しました 仙台城に近い片平町には門伐や上級家臣の屋敷が集中的に配置されていました幕府提出用の絵図とは異なり侍が住んでいた侍屋敷には居住者名が書き込まれています書き始めの文字の方向が建物の入り口の方向を表しています 商人などが住んでいた町屋敷と侍屋敷は主線で境界が表示されています。またこの絵図は仙台城の本丸二の丸の建物が立体的に描かれている唯一の城下絵図としても知られています。描かれた建物は縮尺から考えても正確なものではなく 相当簡略化されていると思われますが、建物のおおよその状況が推測できます。こちらは本丸部分です。こちらは二の丸部分です。 仙台城の建物のほか、寺社や霊廟なども立体的に描かれています。また、描かれている樹木をご覧ください。針葉樹と広葉樹が描き分けられているのがわかります。次に、仙台城二の丸の絵図である文化元年。 ししをご紹介します現在東北大学附属図書館や文系学部がある川内南地区に仙台城二の丸がありました文化元年仙台城二の丸は落雷により発生した火災でほぼ全焼しました。 この火災からの復興のために作成された絵図が、この資料とみられます。二の丸の建物の配置が描かれた絵図としては、最も細かく記載されているものです。約200センチ四方の本紙に、一件ごとの方眼が描かれ、 そのの上に建物や塀などの平面配置が描かれています二の丸は仙台城の中心的な施設で爪の門を入った前面に反省に関した儀式や実務が行われる建物が配置されておりその背後に藩主や家族が居住する建物などが配置されていました。 玄関に近い部分には広間次の間中の間があり大判紙が途上した際の詰め所となっていました。また屋敷の中で南東寄りの場所にある小広間は藩の主要な儀式が行われるなど二の丸の中心的な建物で能舞台も付属していました。 最も奥に位置する北西部分には藩主の側室や子女が居住する中奥があり江戸城でいう大奥に相当する部分でした。表から中奥への通路はお鈴廊下と呼ばれる廊下だけで藩主が奥と表を移動する際には鈴を鳴らして知らせたことからこの名称があります。 以上が絵図類のご紹介でした次に鮮やかな彩色が施され美術的にも優れた博物図譜2点をご紹介します1点目は金婦です金婦は幕府の若年寄りを務めた 堀田正厚が編纂した最色の鳥類図譜です。堀田正厚は仙台藩六代藩主宗村の八男で、大見方田藩主の堀田正富の養子となり、後下助の国佐野へ国替となりました。また仙台藩九代藩主。 近宗の後見人として仙台藩の家政を託されるなど終生仙台藩と深い関わりがありました金符は個々の鳥が一種類ずつ一枚の紙に描かれ鳥の名称および原図の所蔵者などの情報が図の片隅に記されています。 図と並んで簡単な解説も記されており単独でも図鑑として機能するように作られています収録されている鳥は主に生息している場所によって分類され水辺に生息する水菌平地に生息する原菌森林に生息する林菌 山岳部に生息する産菌そして外国産の小型の鳥類を違法菌小鳥としてそれぞれまとめられています中には可愛らしいピングインペンギンの図も収録されています 次にご紹介する博物図譜は魚中譜です。魚中譜は江戸幕府最高の医師である法院の賞を与えられた奥医師で本草学者の栗本耕州の図譜を多数照射した最色の博物図譜です。魚中譜には魚類を中心に 約300項目にわたって解説や名称の由来とともに彩色の図が収録されています金魚の魚体の色を金箔で表現している点など美術的にも優れた図譜といえます魚中譜は全部で7巻の巻物からなっており 1> 第1巻には、アジやブリ、マグロなどの海水魚類の図が収録されています。また、ヘビやカメ、ヤモリやトカゲ、サンショウウオといった両生類、爬虫類の図譜も含まれています。また、イルカやセンザンなどの哺乳類の図も含まれています。 ただし現在でいう昆虫の図は含まれていまませんまたカッパや竜など空想上の生物の図が含まれていることも注目されます以上宮城県図書館が所蔵する貴重資料から国の重要文化財 宮城県の指定有形文化財の一部をご紹介しました最後に貴重資料の保存と活用についての取り組みをご紹介します宮城県図書館が所蔵する2000点以上に及ぶ文化財の中には 経年による劣化や中損などにより損傷を受けている資料も少なくありませんまた国指定重要文化財県指定有形文化財のうち絵図・地図類が約1200点を占めていますこれら絵図・地図類の中には折りたたみによる本市の劣化や顔料の剥落などが進行する恐れがあるため 利用にああたって制限が生じる資料もあります宮城県図書館では貴重な文化財を未来に伝え広く利用に供するために貴重資料保存修復事業を行っています国指定重要文化財や 宮城県指定有形文化財の「小絵図」など約1,200点の貴重資料について資料価値を損なうことなく長く後世に継承するために高度な保存修復学修復技術に基づく修復を行うとともに高精細なデジタル画像やレプリカを作成しています。これにより 文化財の保存と活用を両立させることが可能になります。まず、資料の修復についてご説明します。修復は、高度な専門技術を有する修理技術者集団によって行われています。資料によって違いはありますが、 標準的な修復の手順を画像でご紹介します。はじめに損傷状況や本紙の調査を行った上で二かの水溶液を塗布し絵の具の剥落止めを行いますろ過水を使用したクリーニングおよびプレスを行います 本紙が結出している箇所について、同じ蘇生の補修紙を用いて補修します。それぞれの両紙を継ぎ直します。一層目の裏打ちを施します。 1> 約1センチ幅のチョシ構造原料とした紙を用いて折損箇所、折りたたみにより損傷した箇所を補強します。さらに2層目の裏打ちを施します。このような手順で修復が行われています。 修復のの前後の状態がよくわかる資料をご紹介します宮城県指定有形文化財仙台富岳養賢堂図は掛け軸に仕立てられていましたが巻きじわなどによる本紙へのダメージや裏打ち紙紙継ぎの薄離等が見られたことから早急に修復する必要がありました。 そこで3枚前2枚前のスライドでご覧いただいたような修復を施しこのような形となりました元は掛け軸の形でしたが今後の保存などについても考慮し1枚ものの状態としました修理後の資料は 新たに作成した著書のフォルダに収納し、さらに中性紙でできた保存箱に収納しました。修復が完了したことを記念して特別展示を行い、修復の成果を皆様にご覧いただきました。 また修復資料については撮影も同時に行い画像を本館ホームページ内のデジタルアーカイブ「英知の森 Web」において公開しています。高精細な画像を画面で自由に拡大縮小スクロールしながら閲覧することができます。 また「今夜万国全図」の半本写本着色双方の画像の同一箇所を比較対象しながら閲覧できるなどデジタルデータならではの方法で資料の活用が可能になりました一部の資料についてはレプリカや展示用パネルを作成し 県内公共図書館や県立高等学校へ貸し出しする事業を実施しています貸し出しされたレプリカは授業や文化祭など多様な場面で活用されていますまた、宮城県図書館では和装本も多数所蔵していますこちらの資料は ペリー提督日本遠征記の中の日本における見聞を記した部分を大月番系が主導して翻訳した英文翻訳ペルリ日本記です。これら和装本についてはマイクロフィルムを作成した上利便性を考慮して和紙に印刷した複製本も作成し ご利用いいいただいていますまた合わせてデジタル画像も作成し「英知の森 Web」で公開しています。以上貴重資料の保存と活用についての取り組みをご紹介しました。 最後に今回お話しした内容をまとめると次のようになります。明治14年の開館以来宮城県図書館は変遷を経ながら142年の歴史を重ねています。また図書館が設置される以前旧仙台藩領には 青柳文庫をはじめとしてさまざまな文庫が存在しましたそうした伝統を受け継ぎ宮城県図書館では国重要文化財宮城県指定有形文化財などの貴重資料を数多く所蔵していますそれら貴重資料を未来に伝えると同時に 広く利用に供するための取り組みを行っています以上で宮城県図書館の歴史と貴重資料についてのお話を終わります視聴いただきありがとうございました